大抜駅は千葉県富津市畜草神殿にある東日本旅客鉄道内房線の駅である。湖泉橋より駅ホーム千葉方面を望む島式ホーム一面二線を有する地上駅である。ホームは重ね上げされていない。佐抜町駅側に湖泉橋があり、駅舎は西側にある。JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅で自動券売機2台。 多機能券売機、簡易水化改札機が設置されている。かつては指定席券売機が設置されていたが、10月1日をもって営業を終了し、多機能券売機に置き換えられた。2020年度の1日平均乗車人員は791人である。JR 東日本及び千葉県東経年間によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。富津市役所辺り駅は富津市の中心に位置する。歩いてしばらくのところに大抜き海水浴場がある。各路線ともに日東交通によって運行される。バス停はロータリーではなく路上にある。バス停は東口ロータリーにある。東口へは地下道を通ってアクセスする。駐車区出店。 ありがとうございます。